Peggy 12. なってば俺はもう待ったはなしだ柱がまずいこのままでは木遁木分身の術やるぞサスケ。あれってば木陰のおっちゃんたちか。3人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間サルトビ。おお。劉備の陣中力か。果たしてセスナの桃を守るな。良いな。分かっております。気を抜かずともどうにもならん。それほどの力を手に入れたのだ。失敗のない世界、その幸せをお前たちはなぜ否定する。それは幸せであるとは限らん。人は考え、悩む、失敗することで成長する。幸せとはその先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、それは後悔し、もう一度やり直しをやる。腕はしびれる。この十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。俺だけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでホカゲを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、任界中の誰より
オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。バカにしたてめえは絶対許さねえ。お前がどんなにすげえ力を手に。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。憎しみの連鎖は俺が終わらせる。この一戦で我が力を存分に振るわせてもらう。